日本人のおっさんみたいな笑い方って前からおっさんとか言うなよてめえ、ひどいだろ。グハハハハハってやつな、前からだよね。かわいいだろな。そうだよ、いやぶねー。そのさ、なんかマリオの時でもさ、なんか叫ぶときにさ、にゃーみたいな感じに言っちゃうじゃん。あれね、みんな嫌なんで、直したいんだけどね。あれさ、実はさ、お母さん、うちのね、うちのお母さんがね、言うんだよ。多分それでね、映ってんだと思うんだよね。なんかさ、中学だけ、高校の時かな、なんか海に行ったことあるんだけど、友達とね、なんかすく水でさ、なんかすく水しかなくて持ってったらさ、すげえ間違いで死ぬほど悲しかった思い出の場所を、そう、そん時にさ、なんか波がすごくて、そん時にさ、にゃあにゃあみたいな感じに行っちゃった時があって、それでね、死ぬほど友達に笑われたことあるからね、めっちゃめっちゃ直したいんだけどね。いやよね、まあいっか、なんか萌えキャラだし、萌え萌えキュンだし、まあいっか、別に今となったら一周回ってアニマである強み強みいっか、ニコ萌えキャラなし、キヌン痛い、すみません。チャンネル登録してくれや。チャンネル登録してくれや。